でもね、あ、いや、途中で使ってく、あれにしよう。SD カードだけ1枚買ってきたいもんで。うん、いや、ボケかました。うん、やらかして、あの、SD カード、俺、間違えてポイしちゃった、ポイ。ポイしちゃった。捨てちゃった。入れ物書いたときに間違えて、うん。いざ SD カードのケースに入れようと思ったら、うん、入れ替えた後の、あ、入れ替える前のやつが残っとって、うん、入れ替えた後のやつが残ってないね。あ、その何、ちゃんとしたケースの前に一回ちょっと簡易の袋に移し替えた、うん、その簡易の袋がなくて、うん、捨てるはずやった、その前 の、 あのケースが残っとって、うん、あれ、あカードなくしやすいからね、まあ、もう、うん、ちなみにどっか行きたいところあるよ、今日行きたいところあるんだよとかっていうんだったら全然そっちに行くっていうのも手やし、温泉の温泉行けるセットは無理だ、俺乗っとったっけな、温泉もいいけどな、まあまあ温泉やったらそれこそじゃんけんで決めて近くのところに、はい、あの、いくらだって、いくらだって、できますから、編集で。はい、これはいい温泉、この辺りあるよなっていうところがあったら、そっから、いくらでも編集で何とでもなりますんで。そういう、あ、あそこのロックの U レベルの面白いとこあればいいけどね。ロックの、今どうなん、俺も、うちも行ってないけど、4年ぐらい前に行ったのが最後やけど、やばかったで、ね。Google の口コミ見てたら、未だにやっぱ、うん、うん、やばいです、やばいです、みたいな。だってあの当時ですらあの末期の装備の状態やったのにさ、あそこからさらに進化してるわけやろ。そう、ちゃんとね、500円っていうでっかい看板だけ新調してね、あそこ。何それ、どれ、あ、あれ、なくなってるかな、反対側か、どこで、あ、5500円っていう、おお、うん、平日500円なのよ、あそこ。すごいな、ね、おばあちゃんそこ渡ろうとしとる。うわー、やべえやべえ、さすが ROUGAI。 あー、使わん予定のところで面白いことが起こるやないか。でも使いやんねてんやけど。もう今ね、あのワンコインでお風呂銭湯入れるとこってどっかなって使ってたら、非暴走しかないんだよね。そうだね、イオンカードは、しかもイオンカード見せる、うん、イオンカード提示で600円か500円になるって、うん、もう最安そこなんだよ。もうだってね、値上がりしたともね、あっこも、アクアイグニスとかもだいぶ上がったし、うん、満天の湯と、うん、湯盛り座もね、湯盛り座上がったね、うん、だから湯盛り座ね、うん、うん、まあまあまあ悪くはないよ、悪くはないんだけどね、うん、って感じ。で、どう、あれ、こっち行って、でもコンビニどっかあったっけ。まあいくらでもあるでしょ、うん、まあハンター入ってもいいけど、 あでもまだ開いてないか、はい、9時からか。ハンターはあのブックオフが、でっかいブックオフが入ったよ。2階、2階に、あ、あの昔モーリーファンタジーだったもん。ああ、ハンターもなんやかんやってしぶといよな、うん、俺さ知らんかったんやけど、ハンターってまあもともとカイオとハンターって同じ会社やん、うん、カイオが運営してってやっとって、うん、で今三種の本社が入っとるけどさ、こっちに、うん、日永の会を、うん、これちょっと今まで知らなかったんやけどさ、あそこって、うん、イオンの中に、うん、やっぱりイオンがメインになって俺ずっと、うん、で、あの海洋っていう会社を作ってあって、うん、で中に産地が入っとるっていう形だと思ってて、うん、あの逆らしいな、海洋って持ち株比率的には産地の子会社っていう扱いだし、あ、そうなんだ、これで産地が全体を持っとって、その中にイオンがテナントとして入ってるっていう形だし、ああ、なんかイオンがテナントに入ってるってなってたけど、うん、そうなんだ、その海洋のショッピングセンターの運営は産地の
3C のあれだし、うん、確かにそれ謎だったわ、うん、書き長かよって会社のね、うん、どこがやってんのかなっていうのは、そうなんやって、うん、まさかの非公式や、非公式やけど、スーパーさんしの公式、うん、公式じゃないのか、非公式、スーパーさんし非公式アカウントっていうスーパーさんしの仲良い人が運営しとる、うん、アカウントがあるんけど、うん、で結構特売情報とか、あのアプリの情報とかをツイッターに発信しとるところがあるけど、なぜかうちにリプライ持ってきとって、あれって、まあなんかクリスマスケーキのあれでなんかリプライ来たんだね。え、なんでケーキを調べようと思ったの？ん？いや、なんで？とりあえず手っ取り早く始めれるなっていう。まあ単純に前にも似たようなことやっ、去年も似たようなことはやっとるのやっとるね。前回は確か全部のカタログずーっとこうやって見ながらだけやってんけど。うん。うん、まあ、でも調べると面白いんだよね。まあちょっとね、勝ち取ったしね。あ、うん、ただあのあからさまにあの事前の準備不足が、うん、なるほど、だいぶ前から準備しないといけねえなってことが発覚して、うん、次恵方巻きはわゆるもう今年の年末には動き出さなかなっていう。あ、うん、あとはその投稿タイミングとかを、うんうん、まああの完全にミスったでな。あ、時間帯とかやっぱ関係するか。あっていうよりはスケジューリング、うん、あの週一投稿で出してきますってやっとったやん、うん、最初、うん、パッと計算した時にあからさまに店舗数と、うんうん、週の数が合わんっていう。あ、そりゃそうやわな、4週、うん、1ヶ月で4回しかないわけやん放送枠は、はいはい、そうすると、うん、どんだけあのスーパーの店舗数あんねんっていう。結構開けたよね。で、あ、まずい、間に合わんってことに気づいて、急いで撮って、その、毎日放送できるタイミングで仕立て上げたんやけど、それだともう予約期間終わっとるやんっていう。あ、今とこ曲がっときゃよかったやん。4から、あ、6から始めるか。6シティ。6シティ。もう、イオンタウンの居場所もない。ロックタウンや、うん、ロックシティは大垣だね。そうや、そうや、大垣だ、懐かしい、行ったなあそこ、うん、熊さんもおったっけ、ね、懐かしいね、元気かな、うん、もう お子さん大きくなったよね。大きくなったさ、うん、もう小学生だよね、もうまだ小学生か。ああそっか、まだ小学生だな。うん、小学生、小学生。まだ中になってる。うちの周り、あの、それこそさ、メンバーの、会ったことなかったっけ、ブラックロック。うん、あいつとか、31? やっとしたやから、31とかやけどさ、うん、普通に次、子供、中学生やから、あ、 あいつ、早かったら、20歳の時の子供やったから、うん。っていうのを見とるとな、それ年取るわ、年取るわ、もうアラフォーだぜ、えぐいぜ、ここはでもまだこの時間どこも空いてないか。どうなるね、あの青いコーヒーぐらいかな。おいさんも朝まだ空いてないもんな、うん、あ、あー、ここまだ行ったことねえよ、うん、さあ、まあいいや、取り始めだけやっちゃおう。よいしょ、まぶしい。まあ、あの滑舌いつものように悪いけど、適度に編集してね。うん、あの滑舌はいいで、ちょっと声張って頑張っていこう。もうね、朝だから。人が止まった。頑張ります。うん。